何者かに食べられてしまった与田のカップスター。犯人はこの中にいる。名探偵与田は容疑者である4人のメンバーから3分間のアリバイを聞き出していくのであった。私はその3分間は撮影してました。順番ヨダちゃんの次だったんで。ありがとうございます。お願いします。スタッフさんもたくさん見てるし、絶対私じゃないです。スタジオまで悲鳴が聞こえてきて、一枚変な顔で撮っちゃいましたよ。目撃者多数か。白ですかね。でももしかしたらスタッフさんを買収して口裏を合わせてるかも。いやー、それはないかな。その3分間は私はもう撮影は終わってて一人でいました。一人で何を？自撮りです。ほら、これ見てください、後ろの時計。その時間は間違いなく私は楽屋にいませんでした。可愛いですね。どうやって撮ってんだろう。角度がポイントだと思います。こうこんな感じ。そうです、そうです。撮ってる。あ、すいません。これも本当っぽいな。でももしかしたらアナログ時計を撮り、それか写真は昨日のものかもしれません。昨日もうちら一緒だったよ。そうでした。